知床半島沖で26人を乗せた観光船カズワンが沈没した事故では、乗員乗客18人が死亡し、8人が行方不明となっています。今日の捜索では、知床半島の文吉湾周辺の海域で、骨のようなものが7つ見つかりました。一番大きいもので長さが20センチあるといい、今後詳しく調べることにしています。今回の集中捜索には警察官およそ20人、第一管区海上保安本部のダイバーら9人が参加しています。海流等の影響で、新たに見つかったりしている場所がありますので、今回もですね、徹底した捜索を実施していきたいなというふうに考えています。警察と海保の集中捜索は23日まで実施される予定です。